さあ続いてはトリビュートタイムのコーナーです。はい、今年10月に亡くなられました偉大なる作曲家筒美京平さんの名曲を特集させていただきます。はい、筒美さんの曲はもう本当にもう世代を超えてたくさんの方に愛された曲がたくさんたくさんありますね。そうですね、一つ一つ挙げればもうキリがないんですけど、やはり筒美作品といえば何といっても日本のショパンと称した野口五郎さんじゃないでしょうか。ね、はい、たくさんの思い出があるでしょう。もう一緒にあのアルバム制作でロンドン、それからあの、ロサンゼルス、ニューヨーク、いろいろ行かさせていただきました。そんな贅沢なことしてるんですか。はい、全部では108曲作っていただきました。すごいですね。もうじゃあ筒美京平さんイコール野口五郎さんと言っても過言ではない。いや、もう本当にいろいろと教えていただきまして本当に、はい、じゃあ今あるのはまさに筒美先生のおかげ、はい、ということですね。そして岩崎宏美さんもたくさんの曲を歌っていただきますね。はい、はい、私は80曲ぐらい書いていただきました。どうでした、その筒美先生とお会いして。とってもおとなしくて穏やかな方なんですけれども、はい、一度ロサンゼルスの録音で先生のピアノで歌登録したことがあって、それはもう私の誇りというか自慢の作品です。さあそれでは筒美先生の名曲をですね7曲続けてお届けいたします。筒美京平さんのトリビュートタイム、まずは野口五郎さんのこの曲からスタートです。お願いします。あなたと揃いのモーニングカップはこのまま誰かにあげようか。二人で暮らすとはがきで土を出した日は帰らない。愛があればそれでいいと甘い夢を始めた。
きなんです。
まだまだ堤恭平さんの名曲をお届けしていきましょう、はい、続きまして田原俊彦さん、はい、やはり堤さんの曲たくさんございますよね。そうですね、僕シングルを10曲ほど書いてもらいましたね、はい、まあ、アルバムも含めると44曲ぐらいですから、もう五郎さんとかひろみさんとかに比べると全然、いやいや、でもね、そういった意味では代表的な歌が堤さんの作品が多いじゃないですか。そうですね、もう本当にあの君にバラバラという感じから始まって、原宿キス、うん、シャワーな気分、抱きしめてもそうですし、直子さんとの夏盛りほのじもそうですし、たくさん本当書いてもらったんで財産たくさんあります僕は。そうですね、はい、さあそれでは堤先生の名曲をですね、今度は9曲続けてお届けいたします、はい、まずは田原俊彦さんのこの曲から、はい、どうぞお願いします。
悩み事を隠すの案外下手だね。肘をついた姿勢で爪を噛んでる。君ばかりを見てきたからわかるつもりさ。ため息より言葉で話してごらん。もっともっと素直になれ。心の中身を空にして、涙も溶かして素直になれ。愛が終わったわけじゃない。触れたら壊れそうな瞳だよ。今夜は片手で抱き寄せて君のこと守りたい。君にやきもち、そして疑うなんて、君だけに本当の心見せてきた。
もう泣くのも平気よろしく哀愁仕草で熱く見ろ涙残して笑いだよ赤い革ジャン引き寄せ恋のバンダナ渡すよ雨の中で抱きしめぜ外ギンギラギンにさりげなくそいつが「どこまでも孤独出会い燃えてゆけ」「ほどお前を」「ギンギラギンにさりげなく二人の恋のやり方」「ギンギラギンにさりげなくさりげなく生きるだけさ」
で見ている海の色、美しすぎると怖くなる、若さによく似た真昼の蜃気楼。Where is flowing from the ages? 女は今から45年ほど前にテレビドラマの日本沈没という主題歌でした。明日の愛、聴いてください。さようならと泣かないで、今は微笑みを、いつかまた巡り会える、光と風のように。人は皆遠ざかり、夢は捨てようと、花は咲く春が来れば、地の果て続く限り、あなたの静かな岩影、一粒の真珠になり、思い出とく眠る。目を閉じればいつでもそばにいる、あの星と同じように、瞬く愛の光、あの星と同じように消えない愛の光。さあ、みんなで一緒に。明日の朝、この街を僕は出て行くのです。下宿のおばさんよ、お世話